ですが、なぜかこの人間、悪魔の槍が効かなくなってるんですよね。ですから、この魔界植物くんの触手でいたぶりながらじわじわダークパワーを染み込ませていって、身も心も闇に染まりきった完璧なしもべに調教してあげている最強というわけです。
危ないところでした。オーダイ、ありがとう。ぐぬぬ、天使の力ですか。クルナのしもべの中でも一番のやり手な魔界植物くんが負けるなんて。天使の力、かくなる上は。オーダイ様、気をつけて。あの悪魔、何かするつもりですよ。あんな恥ずかしめを受けて許せるわけないでしょ。そこをなんとかお願いです。クルナだって試験の課題だから仕方なくやっただけですし。そう、仕方なくね。それならしょうがないわね。そうなんですよ、これが悪魔の仕事なわけですから。クルナは悪くないのです。なら、あなたを魔界に送り返すのも私の仕事だから仕方ないわよね。え？さよなら、悪魔さん。強制送還！そんなーでーす。これで一件落着。おかげさまで。ありがとう、砲台。ごめんね、砲台。今日の私、失敗ばかりで。それは、あなたがいてくれたおかげ。やっぱりすごいのね、砲台は。さっきの技もすごかったし、もしかしたら、私なんかよりずっと悪魔ハンターに向いてるのかも。ごめん。私、もう行くね。今日はずっと、ありがとう。砲台様、だとしてももう時間も限られています。ここは彼女を追いかけましょう。え？それはまあ、あ、はい、そうでしょうね。見ればわかりますし。わかりました。元より砲台様の人生です。あなたが思ったようにするのが一番です。ただし、それとは別口でモテオーラを高めることは忘れないでください。モテオーラが弱いままだと、告白が成功してもちゃんと天使の矢の力が機能するかどうか分かりませんから。で、どうするつもりですか。まさかまるっきりノープランってことはないですよね。開始の前に一つ忠告を。忍様のおかげで悪魔はいなくなりましたが、まだダークパワーは女の子たちに残っています。後遺症というやつですね。放っておいても明日には治っているとは思いますが、